ピアノ。それではここで V ピアノの方向性についてご説明いたします。 V ピアノは往年の名機の極上サウンドを再現するヴィンテージと、アコースティックピアノでは物理的制約で実現できない先進的なヴァンガードの2つのカテゴリーを内包しています。そしてアコースティックピアノと同様の感覚でチューニングや静音調整を行うことができます。それではヴァンガードピアノの音色をご紹介いたします。はい、実際ですね、皆さんピアノのアコースティックピアノの技術っていうのはほぼ成熟しきってるというふうにお考えではないでしょうか。僕もそんなふうに思ってたんですけども、でも現実問題考えてみると、アコースティックピアノ一番低い方の弦は1つの鍵盤につき1本弦ですよね。で、高くなるについて2本弦、3本弦というふうに増えていきます。つまりね、これそれぞれ音が違うわけですよ。まあ、6弦ギターと12弦ギターみたいなもんで、でつまり3つの楽器が三つどもえになってるようなね、楽器なわけです。ということは境目があるわけですよ。もちろんね、長年の匠の技でその、境目っていうのはできる限り分かれないようになってるんですけども、でも宿命としてそれは存在してしまうわけです。だったら全ての鍵盤を3本弦で作ったらどうか。これは現実には不可能なんですけども、このデジタル技術の中で、表現してしまいました。しかもその弦の材質をね、銀にしてしまう。で、銀にすると、なんかね、ものすごく巨大なボディが必要なんだそうです。もう本当にアクスティックピアノで実現しようとしたらこのステージに乗らないぐらいの、ボディになってしまうそうなんですけども、それもデジタル技術の中で、実現してしまいました。そんなサウンドをちょっと聞いてみてください。これはね、もう上から下まですごく金星の取れた素晴らしいサウンドです。最大限のリスペクトの気持ちを持ちながらも、でもただそれを崇め奉るだけではなくて、もっと上があるんじゃないかっていうふうに思っている感じね。これがまあローランドという楽器メーカーのものづくりの、コンセプトを象徴するようなことの一つだと思ってます。ヴァンガードピアノの音色には他に全弦胴巻き3本弦を張ったピアノを搭載。これを実現するためには本来細くて長い弦を張る必要がありますが、V ピアノは内部でそれを想像しています。 V ピアノのサウンドポテンシャルを十分に発揮できるよう専用鍵盤を搭載。連打やタッチの微妙な違いも緻密に検出、優れた演奏性能を実現します。鍵盤表面はローランドピアノデジタルなどでご好評のアイボリーフィール仕様、エスケープメント機構も搭載しております。 V ピアノの操作パネルは極めてシンプルに設計されています。つまみやスイッチ類は最小限に抑え、よりピアノ演奏に集中することができます。音色のカスタマイズは本体のみで完結しますが、付属の PCA ギターを使用すればグラフィカルな画面を使ってチューニングをしたり、ハンマーの硬さを変えたりと、誰にでも分かりやすい音作りが行えます。空間を意識したピアノ専用のアンビエンスを内蔵し、臨場感あふれるサウンドを演出できます。またリアパネルには 4K とのアウトプットを装備、ライブステージやスタジオでのレコーディングなど柔軟な対応が可能です。さらに専用のピアノペダルを同梱、3本のペダルでピアノ本来の演奏表現はもちろん、 V ピアノのパラメータをリアルタイムに変えることで新たな演奏表現が実現します。 V ピアノ発売は3月下旬を予定しております。なお V ピアノ専用のキーボードスタンドKSV8 も同時発売を予定しています。